室蘭を船で出まして、今向かっているのがこちら白鳥大橋。海から見上げるとかなり大きいことがわかります。クルーズ船が目指すのは室蘭市のシンボル白鳥大橋。全長1380メートルで東日本最大の吊り橋です。東京や札幌からやってきた観光客が参加したのは、めったに立ち入ることができない場所に特別に入れるという室蘭市などが主催する見学ツアー。吊り橋の土台に到着すると、ツアー客は橋を支える塔の内部に案内されました。目的地は巨大な橋のこの部分。地上100メートルまでエレベーターで移動し、ハッチから出るといよいよ景色とご対面です。目の前に広がったのは、室蘭港を南北に貫く橋の雄大な眺め。晴れた日は室蘭市内を一望できます。橋の上を行き交う車はまるでミニチュアのようです。今こういった生活を支える橋やトンネルなどを特別に見学するインフラツーリズムが、大人の社会科見学として人気です。大満足の景色で見れました。こんな貴重な体験はなかなかできないので、素晴らしいツアーだなと思います。室蘭のシンボルとなってます。まずはこの白鳥大橋、一番メインになっているので、ここを上がって皆さんに知っていただきたい。北斗市にある新幹線のトンネル工事現場では、大迫力のこんなツアーも。男の子が操作しているのは、トンネルを掘削する機械、その名もドリルジャンボです。見学ツアーが開かれたのは、札幌延伸に向けて工事が続くトンネルの中。鉄道運輸機構が旅行会社と連携してツアーを実施し、参加者は今なお掘削が続くトンネルの先端部や工事に使う機械を見学しました。見たことのないものがいっぱいで、すごく面白かったんですよ。開通したらぜひ乗りたいと思いました。鉄道運輸機構はトンネルというインフラの見学を通して、工事への理解を深めてもらいたい考えです。日頃取り組んでいる工事ですね、そういったものを広く皆様に知っていただけるということは、我々にとっても仕事に対するモチベーションが上がる一つの要因になっている。普段見られないインフラの現場をめぐる新たな観光、観光客と事業者両方にとって魅力的なツアーになっています。